松坂市立第二小学校は三重県松阪市の市立小学校。1909年4月の松坂第一尋常高等小学校の校区変更に伴って松坂第二尋常高等小学校として創立した。翌1910年3月に港町に校舎が新築された。1912年4月高等化を 第一尋常高等小学校に統合したため、松坂第二尋常小学校に改称した。1923年4月、松坂第四尋常小学校を統合した。1935年12月5日、名勝戦の開通記念祝賀会が校内で開かれ、鉄道大臣の内田信也や三重県知事の富田、愛次郎ら約1000人が出席した。1941年4月、 国民学校令により松坂第二国民学校に、改称1947年4月に松坂市立第二小学校へと校名を改めた。1951年12月、第二小学校から出荷、市街地に燃え広がり、松坂大化と呼ばれた。第二小学校は、大化で校堂と校舎三棟を消失し、一棟しか校舎が残らなかった。 このため児童は焼け残った校舎、松阪市立戸の町中学校、久保中学校、三重大学学芸学部松阪文校に分散して、授業を受けることとなった。1952年4月、貝花町に仮校舎を設け、学校が再開した。仮校舎は、椅子ズゴムの工場を借用したもので、そのまま第二小学校のコーチとして現在まで継承されている。 同年9月3日、松阪市立高小学校を分離した。は、一部の番地で校区が異なる。市立中学校に進学する場合、松阪市立と野町中学校、蒲田中学校、久保中学校に分かれる。2009年5月1日現在の児童数は199人。2016年5月1日現在の児童数は8、学級147人。 教員数は22人。ありがとうございます。